本日は視聴者の皆様方には本研究会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただく会議進行機構アジア太平洋総合研究センター副センター長の黒木と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。開始前に留意点をアナウンスさせていただきます。本日の講演はオンラインでの中継により実施しております。 毎日の回線不良などにより、途中で終了させていただく場合がありますことご承、ご了承ください。約1時間の講演の後に、質疑応答の時間を設けております。ご質問は、あ画面下にあります QA ボックスより、テキストチャットにてご記入ください。ご質問は、画面下にあります QA ボックスより、テキストチャットにてご記入ください。 いただいた質問などは事務局で選定をした上で、質疑応答の時間に私より講演者に質問させていただきます。なお、ご質問などは講演の時間中より受け付けております。途中でもお早めにご質問いただきますと、だけ私どもとは助かりますのでよろしくお願いいたします。 また、非平センターではアジア代洋地域の科学術情報を日本に向けてお届けするポータルサイトであるサイエンスポータルアジアパシフィックスパップにおいて、この地域の科学術情報を提供しています。皆様のアクセスをお待ちしております。本日の講演の概要や講演資料やまた動画も、このサイエンスポータルアジアパシフィック スパップで、えー、後日公開する予定でございます。それでは講演に移らせていただきます。本日は、当会議振興機構国際部シンガポール事務所の金子恵美所長よりご講演いただきます。講演タイトルは、ASEAN アア諸国の会議室イノベーション STI 概略についてです。皆さんご承知のように、昨年は日アセアン友好協力50周年を迎え、 東京で特別首脳会議が開催されました。米中関係の悪化や中国経済が足踏みするとの状況が見られる中で今後あアジアのみならず世界の成長セン,長センターとしての発展が見込まれますアシアン諸国との協力が近年だほど注目されている状況であると思います。科学技術面においても、 日本と ASEAN 諸国との協力の重要性が増してきており、会、え、議、ー、振興機構 JST では昨年度、補正予算による基金を財源として ASEAN 諸国との国際共同研究や人材交流規制等を図るために新たに日 ASEAN 会議室イノベーション共同連携事業を開始することといたしました。このような状況を踏まえ本日はシンガポールに常駐しつつ 担当国地域であります。asean 諸国に、えー、適宜出張され、この地域の状況を中づく科学技術イノベーションの発展状況を体感されていらっしゃいます。火力諸共をお迎えし、お話を伺うこととした次第でございます。研究会では asean 諸国の科学技術イノベーションにおける主要政策シンガポールでの人材育成政策日本への。 政策的インプリケーション等を現地からの観察をまじめた形でご紹介いただき日本と ASEAN 諸国との今後の解決面での関係を考えていきたいと思います講師の金子所長は政策研究大学院大学グリップスの地域政策プログラムを終了されています会議進行機構に入られた後は国際事業科学コミュニケーション ダイバーシティ推進監査業務などを経て2019年より現在のシンガポール事務所長に赴任されていますまた東アジアサミット3国において多国間共同研究を行う EASIA 共同プログラムというものでございますがこのプログラムの事務局長を兼務されていますそれではご講演を始めていただきたいと思います種子所長よろしくお願いいたします ご紹介ありがとうございました。ちょっと画面共有させていただきますので、少しお時間ください。はい、ありがとうございます。改めまして、あの科学技術振興機構、JST シンガポール事務所の金子と申します。本日は皆様、あのご対応のところあの、この研究会にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。 あの、今回発表タイトルをですね、あの、アセアン諸国の科学技術イノベーション STI 概略についてということで、まあ、あの、かなり広い感じのものにしました。えっと、ひどく浅くですね、多少雑談めいた中身も含まれますけれども、まあ、アセアン諸国の科学技術イノベーションの様々な側面について、まあ、私の現地での、あの、観察ですとか見聞も交えながらお話しさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。 あの、私の経歴等については先ほど黒木副センター長にあのご紹介いただいたのであの省略させていただきます。あの JST シンガポール事務所ですけれども JST は2009年の6月までマレーシアに事務所を持っておりました。そこを閉めてですね、機能を承継する形で事務所をシンガポールに開設しております。シンガポールにあのサイエンスパーク的なところがいくつかありますけれどもその中でもここバイオポリスというところに あの事務所を構えて15年になり JST は,はあのいくつか海外事務所やあの拠点を持っておりまして、まあ、私の理解ですと、それぞれやってることが少しずつ違うんですけれども、まあ、シンガポール事務所はあの先ほどご紹介いただきましたが、 あの日本と主にアセアン諸国のマルチラテラル、つまり3カ国以上での国際共同研究を支援する E アジア共同研究プログラムというものの事務局機能になっております。また担当地域が東南アジアとオセアニアということであの APRC とあのかなり被っておりますので、あの先ほどもお話に出ましたがあの APRC の サイエンスポータルアジアパシフィックというウェブサイトにですね、たまにあのシンガポール事務所のオリジナル記事を掲載していただいております。この発表の最後であの, UR の一覧 URL の一覧をお目にかけますので、もしご興味いただけるようでしたらぜひあのご覧いただければと思います。大体2ヶ月に1ぺぐらいの割合で新規掲載をしておりまして、まあ、あの話題としてはあの軽いものが多いんですけれども、 あの、一応自分たちで情報を足で稼いで書いた記事となっております。えっ、ー、と、前置きが長くなりましたけれども、あの、本日の発表内容です。今日はあの、4部構成を考えておりまして、あの、最初にアセアン諸国の STI における概要がどのようになっているか。 次に、あの、最近 JST の複数の部署が合同して実施して、あの、報告書を出しました、あのア、ASEAN 調査についてごく簡単にご紹介します。で、3番目に日本と ASEAN アア諸国とで、あの、STI の文脈で現在どのような協力が行われているか、また今後どのような協力が想定されているか。で、最後に、あの、シンガポールの概要と、まあ、シンガポールの鍵人材育成及び確保策ということに関して、あの、APRC の 報告書を踏まえてお話ししようと思っております。はい。あごめんなさい。戻っちゃいましたね。はい。えっ、ー、と、本題に入る前にですね、あのいきなり雑談であの恐縮なんですけれども、あの皆さんは ASEAN ってどういうものだとお感じになっておられますでしょうかね。あの私の感覚だと ASEAN ではあの共通の通貨が導入されているわけでもないし、 まあ、一カ国に入国したら、あの、他の国での入国審査が不要となるような、あの、宣言協定のようなものがあるわけでもないし、まあ、議会とか大統領といった統治機構が設置されているわけでもないし、というところで、まあ、EU に比べると、あの、地域共同体としてはですね、非常に、あの、結びつきが緩やかなものであるな、と思っております。 であのフィリピンの科学技術省の,あの事務次官と、まあ、たまに機会があると雑談をしたりするんですけれども、まあ、彼女が ASEAN であのた確か特許か何かについてだったと思いますけれども ASEAN、まあの皆さんに対してその共通のルールの導入をあの提案したところです、ね、皆さんに一個だにもされなかったというようなあの経,験経験談を話してくれたことがあります。 まあ、あの、私の理解が正しければ、あの、ASEAN は方向性としては経済統合というのを目指しているはずですけれども、まあ、あの、現状はそれぞれの加盟国が、まあ、トとやんな立場と考えを保持しつつ、まあ、みんなで協力をしていると。で、あの、例としてはですね、あの、クーデターの後に発足した、あの、ミャンマーの軍事政権に対して、 まあ、同じく軍による政権運営がなされてたタイっていうのは、まあ、他の国と明らかにミャンマーに対するスタンスが違うですとか、あるいは、まあ、あの、マレーシアのアンワル首相がこの前、あの、ハマスのリーダーに会いに行かれまして、それをあの、Facebook に投稿されたわけですけど、まあ、Facebook の運営側に一時削除されて問題になったとかですね。まあ、そういうことに対しても、あの、アセアンの皆さんって本当様々にスタンスが違うので、 まあそんな多様な ASEAN の皆さんとどううまく付き合うかっていうのは、まあ、まだあの私の中でも解けない、まあ、最適解がないというかあの日々模索する形で毎日を過ごしている次第です。で、あのー、話を本題に戻しますけどもまず ASEAN の,のそれぞれの国の概要をお見せしたいと思います。 あの、アセアンの加盟国ご存知の通り10カ国ありますけれども、まあ人口、面積、GDP、一人当たりの GDP ということを、あと、えっと、技術貿易収支費ですね、のリストをお持ちしました。あの参考のために日本と中国とアメリカの数字もお出ししております。で、アセアンの全体で見ますと、まあ人口が日本の5.4倍、面積が日本の11.8倍、 GDP が日本の1.8倍ということになっております。で、ちょっとここに書いておりませんで申し訳ございませんが、あの、2021年時点での人口の平均年齢が、ASEAN は30.0歳、日本は48.4歳だそうで、まあの、ASEAN はまあ人口が多くて面積が広くて、まあ人がとても若い、成長可能性に満ちた地域だと思います。で、ここに書いてあるあの技術貿易収支費ですけれども、 あの、科学技術学術政策研究所内ステップの定義をちょっと読み上げさせていただきます。一般に技術等を利用する権利を対価を受け,な受け取って外国にある企業や個人に対して与えることを技術輸出といい。逆に対価を支払って外国に居住する企業や個人から権利を受け取ることを技術輸入、各個技術導入という。これらを合わせて技術貿易と呼ぶと。 で、技術知識の国際的な取引状況を示す技術貿易額は、一国の技術水準を国際的に測る指標としても用いられ、特に技術輸出額、受取額の技術輸入額、支払額に対する比、技術貿易収支費は技術力を反映する指標として用いられるとのことです。 つまり技術貿易収支費が1を割っていれば、ごめんなさい、一を超えていれば、輸出超過でお金を受け取る側ですと。で、1を割っていれば、輸入超過でお金を支払う側ですと。まあ、ということですけれども、アセアの国ですと、まあ、シンガポールの0.493というのが、まあ、一番大きくて、まだ1を超えている国がありません。 で、ここ数年、まあ、アシアの技術、あの、科学技術関係省庁の方々とお話をすると、まあ、皆さん研究成果への社会実装への思考が非常に強いなというのを感じます。もっと大雑把に言うと、皆さん、こう、イノベーション、イノベーション、イノベーションって、まあ、連呼される感じなんですけれども、まあ、その科学技術が生み出す、その経済的価値を生むことへの期待というのが、あの、強いように感じますけれども、まあ、その背景の一つがこのあたりから、 まあ、読み取れるのかもしれないなと思う次第です。はい。次に、あの各国の基本計画とか優先基本計画優先順位主な研究主体等について、少しだけあのお話しさせていただきます。 まあ国によってあの基本計画がこう中期とか長期とかあったりとかあるいは国家開発計画の中でその STI が触れてあったりしてまああの複数のその基本計画があったときにまあどういうふうにこう住み分けたりレイヤーの区別をしたりするのかっていうのがちょっとあんまりよくわからないケースもあるんですけどもまああのひとまずそれぞれの国でその STI を扱っている代表的な計画だと思うものとその そこに書いいててある優先順位というのをまあお示しししみましたで日本との協力を推進するにあたって各国は当然自分たちの,あの政策に合致するものをまあ優先順位としてまあ普通この中から出してこられますので、まあ、先方のプライオリティの把握というのは非常に重要かなと思う次第です。 で、それぞれの研、それぞれの国のその主要な研究主体というのもお示ししました。インドネシアのウブリンとかバンドン工科大学、シンガポールの国、えー、シンガポール国立大学や南洋理工大学、あるいはエースターで、タイのチュラルンコン大学、マヒドン大学あたりは、まあ日本でもよく知られていると思います。はい。 でここでちょっと、あのー、マレーシアのこの点々という計画についてご紹介したいと思います。あの個人的にはマレーシアの方って割とこうコンセプトを描くというのが上手だなという印象がありますけれども、まあ、この点々がその一つのいい例かなと思います。まあ、何が点々かというとですね、えーとまあ、10個の、あ、ごめんなさい。ここに書いてあるんですけど、 TI、これ科学技術イノベーションの STI ですよね。で、これを E というのがエコノミクスの E で経済なんですけれども、マレーシアにおけるその科学技術イノベーションと経済を発展するために、この10個の科学技術ドライバーをまあ X 軸に置きます。で、それとは別に10もう10個の社会経済ドライバーというのを Y 軸に置きます。そうすると10個と10個でこう、 あのグリッドですね、結節点が100個できるわけですけど、その100個をそれぞれに推進していきますというのがこの計画です。で、ここに10個、科学技術のドライバーっていうのが書いてありますけど、その社会科学、あごめんなさい、社会経済のドライバーっていうのは、例えばエネルギー、あるいはビジネスと金融サービス、あるいは文化と芸術と観光といったようなものがあります。そそうするとそれをエネルギーの あのところをじゃあ推進しましょうっていうと、エネルギーかけるあの 5G、6G ですね。あるいはエネルギーかける技術のような感じで、その、まあそれ全部やっていくと100個できるわけですけど、まあそれをそれぞれ推進していくということですね。100個推進していくっていうのは相当に大変なことじゃないかとちょっと思いますけれども、まあ去年の6月にあのマレーシアに出張したときに、時に あの聞いたところによりますとこの X と Y があってさらに今度 Z というものを Z 軸を作りますとでその Z 軸というのがあの国際的なトレンドというものをまた10個あの軸をドライバーを作ってそれを掛け合わせてかつ ASEAN への展開を検討していますとそうすると X 軸に10個ドライバー Y 軸に10個ドライバー Z 軸に10個ドライバーがあると。 10×10×10 10 10であの1000個グリッドができますので、まあ、それをそれぞれどう推進していくかというのは本当、まあ、聞いている方はちょっと気が遠くなってしまうんですけど、まあ、またいつかあの実際どのようにこう計画が進捗してい,くのいるのかというのはま,あまたマレーシアの方にお伺いしたいと思っている次第です。で次にあの論文の算出状況です。 目につくのは、まあ、マレーシアあるいはシンガポールでやっぱり数がまず多いそしてトップ トップ10%論文数が多いということですねいうのはその非引用数が各年各分野で上位10%に入る論文のことだそうであのトップ10%という以外に、まあ、トップ1%という数字もあるそうですけれどもまあそのシンガポールやマレーシアがこういう実績がどうして出せて出せているのかということにまあさまざまな背景があるとは思いますが まあ一つにはやはりシンプルに、まあ、その国にその実力のあるあの研究機関があるからというのは言えるのではないかと思います。で、あのちょっと数字が古くて恐縮なんですけれども、そのトムソン・ロイターが2019年に出しました、あの世界で最もイノベーティブな研究機関というランキングがありますが、まあ、その中であのシンガポールの A スターが世界第5位に入っています。でこの同じランキングで、 あの理研が9位で三層権が7位になっています。でもう少し新しいところですと、その QS の世界大学ランキング2024年版で、あのシンガポールだと、そのシンガポール国立大学が8位、南洋理工大学が26位、でマレーシアでその研究拠点大学として指定を受けている大学5つすべてが200位に入っています。でこの QS 世界大,大学ランキングでまあ200位。 以内というと、まあ、日本ではあの旧帝大、東工大、早稲田までが200位ですので、まあ、大体の,あのレベル感がお分かりいただけるかと思います。で次にあの各国の得意分野と日本との協力希望分野です。得意分野というのは a p r c の調査 a p r c さんからいただいた資料を引っ張ってきていますけれども。 まあ、アセアン諸国は比較的数学と情報、材料、環境という分野で、まあ、論文数が多くて、まあ、トップあの10%論文も出ているようですので、まあ、その中の世界シェアのアセアン順位というところでどこが強いかというのを表しています。で日本との協力分野、協力希望分野ですけれども、まあ、これはあの去年の夏ぐらいにですね、あの私も含め あの文科省と JST で協力して、その各国の科学技術担当省庁の、まあ、事務次官級、あるいはそのすぐ下ぐらいの方々に、あの個別にオンラインでインタビューをした結果です。で、あのまあ、日本からの支援じゃない、支援ということではなくて、その対等な立場であの相手国と協力をする場合に、 まあやはりあの日本と相手国の双方にとってウィンウィンであることがベストですのでまあ相手国の得意な分野で日本とその協力をご希望されている分野っていうまあこれはあの先ほど申し上げた通りそれぞれの,その基本計画から引っ張ってこられることがまあ多いわけですけどもまあこの2つがあの重複する分野でかつ日本としてもメリットを乱せるような分野でまああの協力が実現できるといいのかなと。 思う次第で,すであのまあそういう意味であのインドネシアだと例えば、うん、と生物資源と海洋とかおっしゃっていてまあこれはどっちもありえるかなと思う感じですね。あとシンガポールだとやはり ASEAN の,、まあアアの中で科学技術力があの、まあ、突出しているというかずば抜けてることは間違いないのでまあいろんな可能性があるかなというふうに思うところです。 でそれぞれの国とは別に ASEAN 全体としてどうかという話もあるんですけれども、こ、まあ、今年の夏、あの7月以降だったと思いますが、ASEAN の対,対日調整国となってくださるシンガポールの方がおっしゃっていたのは、ASEAN、まあ、全体としてメリットのあるトピックとしては、エネルギー、環境、人材あたりではないかというようなご発言がありました。 まあ、これらの意見を受けて、文科省と JST の本部であの検討を進めておりまして、じゃあ、ASEAN との協力、今後どこで何をしていくかということについて、まあ、来週あたりに、あの、まあ、方針が出てくるところがあるというふうに、あの、お聞きをお呼びしております。えっと、次に、あの、ASEAN 調査の概要というのをごく簡単に紹介したいと思います。 あのこれは去年ですね、JST の,の、えー、と研究開発戦略センター、CRDS、あとシンガポール事務所を含む国際部、あと APRC、あと、まあ、科学技術国際動向調査室という、まあ、複数の部署があの協力して ASEAN アアの自家国それぞれについて調査を行ったものです。あの今年の4月25日にあのオンラインでも公開してあります。 で、この講演で、あの、引用元アセアン調査としている部分については、この調査報告書から引っ張ってきています。で、これ、あの、270ページぐらいありまして、なかなか、あの、分厚くて読み応えがあるんですけれども、まあ、あの、アセアン諸国全てについて、あの、STI 指標、あと、主要な研究開発組織、政策、国際協力実施状況とまとめてありますので、もし、あの、ぜひ、 ご関心いただける国だけでもあのぜひお読みいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。で次にあの ASEAN 諸国との STI 協力実施における現状等です。あのこの各一についてはあのまあ毎年公募があるようなものを上げておりますけれども、まあ JST が実施しているような国際プログラムですと、まあサトレップス、イーアジア JRL。 イアジア共同研究プログラムですね。あと、サクラサイエンスプログラムといったものがあります。あのこちらのプログラムについて、重々ご承知いただいている方もいらっしゃるとは思いますが、まあ、一応簡単にご説明させていただきます。あのサトレプスは日本側研究者を JST が、で、相手国研究者を JICA が支援することで、この 2, 2カ国間でその国際共同研究を実施してもらうというスキームで、 まあ相手国としてはその全世界が対象になりますが、まあ、アジアでの実施プロジェクト、アジアで実施されているプロジェクト数が非常に多くて、JST が今までに支援した183プロジェクトのうち半数以上は ASEAN アアアアを含むアジアでのものとなっております。えっと、相手国研究者を在 a が支援すると申し上げたと,ところですけれども、あのそれは設備等の話であって、 相相手手国国研究者のの人件費費や旅費は相手国政府からの支出が必須となっています、まあ、ここであの問題が生じる場合があって例えばマレーシアですと、まあ、その相手国政府からの支出が手当てできないためにマレーシアからの新規の研究提案が出せないという場合があるようです。 あの去年の6月にマレーシアの高等教育省に行っていろいろ状況を聞いてみたんですけども、まあ、ちょっと予算を使い果たしていてその既存課題の支援はできるけどあのし既存課題の支援はできるけどその新規課題の支援にまでは至らないと新規予算がつかない限りもお手上げですというような、まあ、状況がありましたということであの問題が参見はされますがあの全体としてサトレップスは まあ相手国からの認知度も高くて、日本のプレゼンス向上に非常に役立っているプログラムではあると思います。で次にあの E ・アジアですけれども、E ・アジアは ASEAN の,アアの10カ国とその近隣国、主にあのアメリカ、オスラエア、ニュージーランド等を対象としていますが、今現在の ASEAN アアからの3加国はブルネを除いた9カ国になっています。 えっと、このプログラムはそ,のそれぞれの国のファンディングエージェンシーですね、JST のような研究資金配分機関が協力して、まあ、3カ国以上の国際共同研究を支援するというものですけれども、えっと汗の中でまあ非常にアクティブに参加してくれているのは、フィリピン、インドネシア、タイといったような国かと思います。 で、冒頭のご説明にありま、冒頭の,そのご紹介にありました通りで、その私はこのプログラムの事務局長という立場を兼務しております。で、このプログラムの上で一番気を使うの何ですかともし言われたとするとですね、まあ、各国と共同で公募を実施して、提案書を評価して共同で採択プロジェクトを選ぶわけですけど、 まあ、その過程において、その、どういう研究提案書が高い評価を受けるかっていうのが、まあ、意外に国によって違うというところですね。ここ非常に気を使うところですが、まあ、あの、それぞれの国がどういう点を重視して、その提案書を評価するかっていうのは、その公募要領に必ず細かく、あの、記載がありますので、 あのそれをあのよろしければよくよく読んでご理解の上、まあ、提案書をご提出いただければ大変ありがたいと思う次第です。えっと、スライドのその説明を続けますと、このサクラサイエンスプログラムは、あのアセア a 諸国を含む世界中の国と地域があの対象となっておりまして、40歳以下の青少年を日本に招聘して、えっと、科学技術に関連した活動に重視してもらうためのプログラムです。 でこちらのプログラムに対しては ASEAN 側からもあの非常に関心が高くて私の方にもよく質問を頂い,いております。あと過去にですけれども他の法人さんが実施しているプログラムで、まあ、例えばあの情報通信研究機構 NICT さんが、まあ、やられている ASEANIVO アアアですとかあるいは新エネルギー産業技術総合開発研究機構 総合開発機構 NEDO さんが実施されているその脱炭素化エネルギー転換に資する我が国,我が国技術の国際実証事業ですとかあるいはあの日本学術振興会 JSPS さんが実施されている二か国間交流事業などがあります。あの日本と ASEAN の間の協力はかなり重層的にいろんなことを。 がまあ、いろんなことがあの実施されておりますので、とてもこのスライドにはあの書ききれなくてですね、まあ、抜粋ということであのご理解いただければと思います。あと、あとですけれどもあの、政府間の会合ということで、ASEAN 全体とは、その日 ASEAN 科学技術協力委員会、略称 AJCCST というものが毎年6月ごろに開催されております。今年は 来週6月6日にカンボジアで開催予定で、私も出席します。他にはあのごく不定期ではありますけれども、まあ、あの個別の国と2か国で日本、個別の国と日本の2か国で、科学技術合同委員会が開催されることもあります。まあ、これらの政府間会合では、その SDI 分野でのまあ協力状況の報告ですとか、新しいイニシアチブの提案、提起等が行われております。 はいでまあ、今ご紹介したプログラムあるいは会合というのは、まあ、今まで比較的長時間長期間あの実施されてきたものですけれども、まあ、ここからもう少し直近の動きについてお話ししたいと思いますあの冒頭のご紹介にもありましたが2023年は日アセアン友好協力50周年ということでさまざ、あ、まなあのイベント等も開催されました8月にはアアセンンジャパン イノベーションウィークというものが開催されましたが、まあ、JST はその中で、えーとまあ、文科省とタイの高等教育科学研究イノベーション省メッシと協力して、その第3回日 ASEAN マルチステークホルダー戦略コンサルタンシーフォーラムというものも開催しております。こちらはあの文科省と JST を含む関係法人が、 まあアセアン諸国の関係省庁やアセアン事務局と一緒にあの推進しております、日アセアン STI for s g g s ブリージングイニシアティブというものがありますけれども、その一環として実施したものです。日本とアセアン諸国から研究者や企業等の方々がまあご登壇になり、研究開発成果をどのように社会実装していくかとか、 乗り越えるべき課題やその方策等について、まあ、活発に議論していただいたほか、まあ、企業、企業家、あるいはアクセラレーター等によるセミナー、若手研究者によるピッチプレゼンテーションと行われました。ここで、まあ、写真をちょっとお見せしております。で、まあ、日アセアン STI4SDGs ブレジングインシアィブの、これが、まあ、あの、 説明図でして、まあ、ここに、まあ、どういうものが取り組まれているかというのがいろいろ書いてありますけれども、今申し上げたコンサルタンシーフォーラムというのはここに記載があります。で、a、あのーまあ、ア e a ンとの協力における次の展開ということですけれども、まあ、ごく最近 JST で立ち上げた n e x u s という新規プログラムとその説明、あの経緯についてご紹介したいと思います。 ネクサスというのは冒頭でご紹介いただきました、日アセアン科学技術イノベーション共同連携事業にごく最近付けられました略称です。で2023年はその日アセアン有友好協力50周年だったという話の続きですけれども、12月に東京で特別首脳会議が開催されまして、外務省のホームページによるとアセアンの首脳の皆様がこのように ご参加くださったようで,すでまあこのこれを機会にその日アセアン間の協力のさらなる推進をするためにですね文科省と JST があの令和5年度予算で145.9億円という、まあ、予算要求をしましてこれは無事つけていただきましたと。 でまあ、このお金で ASEAN 諸国と共同の上、それぞれのニーズと提案に応じ、共同でアジェンダセッティングをした形での協力を実施していきます。でこれがその NEXAS というプログラムの説明図になります。まあ、趣旨として地政学的な意味からも、あのまあ、日 ASEAN アアの協力、関係強化というのがまあ今後とも必要でしょうと。 で、それにあたっては、ごめんなさい、ちょっと丸の、この丸の位置がちょっとずれちゃってるんですけども、まあ、それにあたっては、その、競争していく関係と発展させる。競争はその、共に作るですね。まあ、そういう関係になっていきましょうと。で、それ、じゃあ、具体的に何をしていくかという話なんですけども、ここに、あの、ここの緑、オレンジ、ピンクというもので、その、具体的な中身が書いてあります。 であの緑はあの拠点強化と書いてありますが ASEAN、まあのどこかにフィジカルな拠点を設けて ASEAN、まあ、諸国とのさまざまな調整をまあ担当してもらうネットワーキング等の活動も想定しているということです。でオレンジはあの研究人材や育成研究人材の交流や育成を促進していきますと。でピンクはこの ASEAN 諸国と国際共同研究をやっていきますということですね。でちょっとあの字が小さいので皆さんお読みになれるかどうか分かりませんが、まあ、一番上がその、えー、共通重点分野でのトッ,トップレベル共同研究をしていきますと。で、真ん中が共通課題の解決に資する共同研究ですとか、ODA 成果の社会実装に向けた研究をしていきます。で、一番下がマルチの マルチラテラルですね、多国間の共同研究への参画を奨励していきます、あるいは ODA 案件形成に向けた研究をしていきますという、まあ、そのようにあのレイヤーを分けているわけですけれども、まあ、あの今まで見てきた通り、ASEAN 諸国においてその、科学技術の実力とか得意分野とかあの、興味関心というのが結構いろいろですので。 まあそれらを踏まえた上でその日で、相手,相手の,そのニーズを日本がどう重要柔軟に受け止めてやっていくかという、まあ、そこをさまざまな形を想定していると言えると思います。で、ここの矢印に書いてある通おり、まあ、相手国の科学技術力によっても、ちょっと協力の在り方を変えていきましょうというのが趣旨ですね。 であのちょっとまた雑談になりますが、あの私はシンガポールに来る前も、JST の本部で ASEAN との協力を約5年ぐらいやっていた期間があります。シンガポールでの5年と合算すると、まあ、合わせて10年ぐらい、この地域の皆様とお付き合いさせていただいておりますけれども、まあ、あのたまに日本へのご意見というか、まあ不満、もっと言うと不満として聞くのはですね、 まあ日本はあの自分たちだけの考えで協力の形とか分野を考えてまあそれを ASEAN アア側に押し付けていくっていうまあそれをあの不満として聞きますね。で、まあ、今までの協力が相手国からはそのように受け止められていたっていうのはまあ私もあの関係者の一人としてまあ非常に反省しておりますし熟知たる思いがありますけれども。 まあ、新しいプログラムである n e x u s は、まあ、このスライドの一番下に書いてありますけれども「競争するパートナーとして共に成長する」つまりあの決して日本が上から目線であのやっていくんじゃなくて ASEAN の皆様とそのイコールパートナーとして手がけていくと、まあ、そういう趣旨を謳ったものだと理解しています。 あのスライドの7枚目と8枚目でそのご紹介した ASEAN の,アアアアの皆様が皆さんへそのオンラインでインタビューをやって,やって、まあ、その日本とどういう分野で協力したいですかというその聞き取りをしましたというお話をしましたが、まあ、その趣旨としてはその共同でアジェンダセッティングをするためということで競争するパートナーとして共に成長していきましょうということですね。 で、まあ、あの、こちらのその緑とオレンジとピンクの活動については、まあ、JST と文科省、あ、ごめんなさい。文科省と JST と、まあ、相手国も含め、いろいろ、あの、相談をしておりますけれども、まあ、そのプログラムの効果的な運用方法を検討しているところです。あの、スライド8枚、スライドの8枚目のところで、その一部については来週にも方針が発表されると申し上げたところですけれども、 まあ、あの来週、このネクサスというプログラムのホームページがあの公開されて、まあ、いろいろな情報発信が始まるということですので、あのご関心いただける方は、ぜひお目通としていただければと思います。で最後にあの私があの駐在しておりますシンガポールの概要およびシンガポールの鍵人材育成および確保策についてお話しさせていただきます。 でシンガポールはそのアセアン諸国の中でも突出してその科学技術イノベーション力が強いなという実感があるわけですけどもまあその強さが数字としてもわかる部分をご紹介しますとまず GRD ガードとガードですかねこれはその研究開発投資の対 GDP 比 が、まあ、いくらですかというものですけれども、まあ、日本が3.3%、シンガポールが2.16%ですね。まあ、これだけ見ると、あの、シンガポールがちょっと低く見えちゃうんですけれども、ただ、まあ、a の中では、その2位であるタイを大きく引き離して、まあ、トツの1位だということと、あと、あの、シンガポールの GDP が、あの、2011年から2021年の10年間で40%ほど伸びておりますので、 まあ研究開発投資額も伸びという意味ではまあ相当だということと、あとあの政府が GDP 比対 GDP 比1%は研究開発にあの支出すると明言しておりますので、まあ、今後も重要な伸びが期待されるのではないかと思っております。で次にあのフルタイムカウントでの研究者総数ですけれども、 まあ100万人あたりの数字を見てみると、まあ、日本が5638人で、シンガポールが7225人、えーと、日本より28%ほどあの多い数字になっています。で、まあ、ここからがすごいなと思いますけれども、まあ、先ほど申し上げたトップ1%論文、トップ10%論文というところですが、シンガポールはあの研究者の総数で言えば、日本の17分の1です。 17分の1でもこの1%論文は日本の約 80%10% 論文は日本のまあ約半分だからまあ日本の17分の1の数の人たちがこれ,これだけの数の,あの質の高い論文を出しているということですのでまあシンガポールの研究者の生産性がとてつもなく高いなということはお分かりいただけるのではないかと思います。 であのちょっと念のための注釈ですけれども、まあ、スライドの6枚目でご紹介した論文数は全文や、はい、このスライドではここに書いてあります通り、人文、社会科学系と健康科学系を除くということですので、ちょっとあの数字の,あのベースが違うんですけれども、そこはちょっとややこしくて申し訳ございません。で次にこのフィールドウェイティ サイテーションインパクト FWCI というものですけれども、まあ、あのこれはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ある論文の非引用数を同じ出版年、同じ分野、同じ文献タイプの文献の世界平均で割ったものということのようですが、この CWCI が1を越していると、まあ、世界平均以上だと。 いうことを意味するとのことです。でシンガポールはこれが1.90なので、つまり世界平均の90%上。世界平均の90%上。で、まあ、これもすごい数字だなと思います。で、日本は逆に1を切っているので、まあ、世界平均より下。これちょっと残念だなと思います。はい。まあ、そういうことで、あの、数字の上ではなんとなく、 あのシンガポールになんか圧倒されてばっかりなんですけども、まあ、そういうシンガポールから日本に対してはどういうご期待をお持ちであるかというのを、まあ、要人の発言から探ってみたいと思います。でまずは去年の4月にシンガポールのヘン・セ、え、イ、ー・キャット副首相が日本に来られて、ねまあ、JST の橋本理事長と面談された時の発言です。 えっと、日本はまあ特にプライベートセクターに大きな期待があります。シンガポールと日本の産学連携をハブとして、他のアセアン諸国にまあ同様の取り組みのゲートウェイとして、シンガポールを活用してはどうかと。で産学連携のテーマとしては、人口減を見越した製造業におけるオートメーション、また、えー、と労働人口維持に向けた再教育、再訓練、アップスキリング、リスキリングのスキームがあると思いますということでした。 であのシンガポールの要人の方ってあのどういう日系企業がシンガポールに進出してるかっていう具体的な企業名を挙げてすらすらと喋れる方が結構いるんですけれども、まあ、そういうことからもシンガポールからの,その日本の企業への期待が強いというのは本当によく感じるところです。 であの日本がその人口減少に直面している課題先進国であるという認識もシンガポールの方の中ですごく強くあってですね、まあ、日本がそれらの課題にどういう、まあ、科学技術を用いてどういうふうにこう対応しているのかしていくのかというのが知りたいという声はあの政府関係者のみならず大学の研究者とか民間の方々からもよく聞きます。 で社会人の,その再,再教育、再訓練ですね、これもシンガポールではよく聞く単語で、まあ、あの人口減少に対して、あの労働の生産性ですね、つまり労働の質を上げるということで、その対,応している対応していこうとしているのかなということをその個人的には感じます。 であのシンガポールでももちろん定年を延長するといった形でそのシニア層をより活用しようという動きもありまして、まあ、そこのあたりは日本とあの似てるところもなくはないんですけども、まあ、日本の場合あの私の理解ではあの同じ問題に対してその高齢者とか女性とかあるいは移民というような、まあの活用ですね、まあ、数の確保でまず その対応を考えようとしてるような気がするとそうするとそのシンガポールと日本の,その同じ似たような問題に対するその政策の方向性の違いが浮き彫りにまあなってるんじゃないかなと思って非常に面白いなと思うところですでスライドの2段目ですけどもあの科学技術研究長 A スターですねの CEO の発言です えー、A スターはあの今までも話に出しましたけれども、まあ、シンガポールにおける有力な研究機関であって JST とは共同ファンディングを行うパートナーでもあります。でシンガポールで現在力を入れているのはロボティクス製造量子低炭素オプティクスヘルスケア医療都市の,あの持続可能性などであると。 で日本との連携としては、まずはスタートアップや研究開発に関するワークショップの開催なども考えられるだろうと。で、この前段の方で列挙されている分野については、まあ、日本が独占的に強いというわけではないと思いますけれども、まあ、日本も強みを持っている分野であって、まあ、シンガポールが日本とは幅広,いでき幅広い分野で協力ができるんじゃないかという、その期待を持っていらっしゃるということが、まあ、示唆されているんではないかと思います。 講談についてはあの、シンガポール政府はそのスタートアップの要,要請とそのスケールアップに大変熱心で、あの2024年時点でそのシンガポールにユニコーンが14社ありますと、日本は6社ですと。で、まあ、シンガポールと日本、人口が約20倍違いますので、まあ、それを考えるとシンガポールの方はまはあ、ユニコーンの数が多くて。 まあ、スタートアップエコシステムというものがその確立しているんじゃないかとも言えると思います。まあ、実際いろんな方にあのお話を伺ってみると、その大学の研究者とか、その学生に対するその起業をしなさいっていう。まあ、プレッシャーがかなり強いみたいで。まあ、あの組織のその kpi ですね。あの業績 KPI 重要業績評価指数にまあ入っている場合もあるように。 聞いておりますでこちらの3段目ですけれども、こちらも同じく A スターの副 CEO の方のご発言です。これはあのスライドの7枚目でも同じ発言を、まあ、記載しましたけれども、基本的にはあの最初の2人と大体同じような趣旨のことを言われているかなと思います。ということで、あのこ,のえー、とここではシンガポールからの日本への期待についてお話しさせていただきました。 でここから、シンガポールでの鍵の人材育成確保といったことについてです。でまずあの、鍵人材に限りませんけれども、もっと一般的な人材に関して、シンガポールの世界での立ち位置をお示ししたいと思いますで。シンガポール人って結構、あのランキング大好きな <laughs> ところがあると思うんですけれども、まあ、いろんなランキングで結構上位に来ることが多いので、まあ、大好きだという気持ちもわかるような気がします。 でまずあの国際経営開発研究所 IMD が出しているこのワールドタレントランキング2023というものですけれども、まあ、シンガポールは8位でアジア最高でしたとで日本は43位でしたとでこのランキングの評価指標は人材育成の投資労働環境の魅力人材の能力技術レベルというものになっているようですで次にインシードというその ビジネススクールですね、が出しているグローバルタレントコンペティティブネスインデックス2023というものですけれども、シンガポールが2位で日本は26位でした。で、こちらは、あの、評価指標が、その活用、魅力、育成、維持、職業,業、職業上、技術上のスキル、グローバルな知識といったものにより評価した、その人材を獲得、育成、維持する能力だそうです。 はい、で次にあの皆さんもよくご存知のピーサですけれども、まあ、これはあのシンガポールが世界でダントツ1位ですね、で2位が日本なんですけれども、この575点と536点というこのスコアの違いが、まあ、まあまあ差が大きいなというふうに見えるので、まあ、これでもまあシンガポールすごいなと思わざるを得ないという感じですね。 で次にあの世界大学ランキングです。スライ,スライドの 6, 6枚目だと QS のお話をしましたが、こちらはタイムズハイヤーエデュケーション2024年というものを持ってきてみました。でシンガポール国立大学が19位で、南洋理工大学が32位で。日本だと東京大学が29位、えーと。京都大学が55位。東北大学が130位。 大阪大学が175位、えーと東京、東京工業大学が191位になっています。で指標まあ、評価指標が教育、研究環境、研究の質、産業界とのつながり、国際性というもののようですけれども、まあ、シンガポールの方を見てみますとあの、教育がちょっとだけ落ちるんですが、まあ、他のスコアはだいたいまんべんなく高いような感じがします。 で、日本の大学はその教育とその研究環境とその産業界とのつながりがまあ高いですね。ただ、えっ、ー、と、教育、えっ、ー、と、研究の質と国際性が低いというところになっています。まああの、こういうランキングに対してですね、まあ評価指標が まあ、恣意的であるとか、まあ、いろんな批評はよく聞くんですけれども、まあ、あの、その気持ちはとてもよくわかりますが、あの、まあ、まあ、こういうランキングを見ることで、その、他者との相対比較ができるという、まあ、できることで、その自分の立ち位置がよく見えるという、まあ、効果もあると思いますので、まあ、ランキングはそういう感じで、その、まあ、活用する方向に、まあ、考えられるようであれば、そうなった方が、 まあいいかなとは思う次第です、はい、でここでちょっとご紹介ですけれども、APRC がおととしから去年にかけて手掛けた、手掛けられたその調査報告書について抜粋してご報告申し上げます。でこれはあの本体と追放版ということで、2つにあの分かれていますけれども、まあ、あのいずれも APRC のホームページで公開されておりますので、ご興味ある方はぜひ、 ご覧くださいいいこういうものになっています、はい、であの、報告書の中であの、まあ、興味深いなと思う点がありまして、まあ、APRCA の調査者あの、黒木副センター長も含まれますけれども、まあ、それらの方々がそのシンガポール国立大学とか、まあ、南洋理工大学の幹部の方と対面で面談されまして、まあ、聞き取られた内容というのがあります。 でシンガポールの大学はあの20世紀の後半まで、まあ、研究というよりは教育に力を入れていたらしいですけれども、まあ、そ,こそれをその世界トップクラスを目指して、まあ、いろんな改革をすることにしましたと。でまあ、このスライドに記載のあるのがその具体的な方策です。 でまず教育型大学から世界クラスの研究型大学への発展をさせるというその政府と大学による明確な目標設定がありましたということです。これは1997年に当時の,あのゴー・チョクトンあの首相自らが発表された、まあ、政府目標を含むようですけれども、まあ、その後その大学の学長とも入った形で組織された委員会で、まあ、大学の在り方が検討され でまあ、国立大学に独自のこう裁量をより持たせるといったような大学改革がまあそこで決定されたということのようです。まあ私の理解が正しいかどうか分かりませんけれども、まあ、こ,ここを見るとその日,本の大学日本の国立大学の,その法人化と少し似てるのかなと思いますがあの皆さんどうお考えになるでしょうか。 で次はその大学あ、ごめんなさい、教育中心から研究中心への移行するための人材登用評価方法に関するその大規模な大学改革の実施。まあこれはあの研究実績が良くないあの教員にまあ退職していただいてですね、まあ同時に外国人研究者をその積極的に登用することになったということのようです。 あの、外国人の研究者の積極投与についてはですね、これ多分1990年後半からその2000年代初めぐらいの話であって、今この2024年においてはだいぶちょっと、そうですね、様相が変わっていて、もっとその実国の自分の国の研究者の優遇に傾いているように今肌感覚では感じますけれども、まあとにかく当時はそうだったと。 言えるようですであのシンガポールではその2001年からそのテニアトラック制度が開始されているようですけれどもまあそれでその雇用されてた教員がそのテニアですね就寝職に転換するにあたってはまあさまざまな形であの評価されるようですけれどもあの他の研究者からの推薦書が10枚。 必要ということもあるようです。10枚けあの推薦書をもらう、推薦状をもらうっていうのはなんか結構大変なように思いますけれども。で、さらにその先日聞いた話ですと、そのテニアを取ってそこからまず、また教授に昇進するにあたっては、その推薦状が20枚必要だという、まあ、ふうに聞きました。これはもうだいぶ厳しい関門のように思いますけれども、 まあ一方で、その教授になれたら、その方の,その,あの研究者としての,その質が高いということは、ああもう文句なく担保されるということはまあ間違いないかなと思います。で、シンガポールでそのテニアトラックだと、任期が7年だそうですが、まっ、あ、たテニアトラックになった人は、審査の結果が良ければ必ずテニアが取れる。 そうすると、その、まあ、枠っていうものがあるのかないのかということを心配する必要がないという意味で、まあ、他の人と、他の人との争いではない。どっちかというと、こう、自分の、自分自身がいいか悪いかだと。で、その、まあ、手にゃが取れるかどうかの審査が、まあ、非常に厳しいので、まあ、取ることが簡単ではないけれども、まあ、候補者の間では、その相対評価じゃなくて、絶対評価。 だとと言えるるののかもしれれないでです他の人と比べられるわけではないまあ,あのそういう形でその外部者とかあるいは外国人にとってもその採用とか評価のプロセスがまあ分かりやすくて透明性が高いということはそのシンガポールの大学の,その競争力を高めるという効果はあるんじゃないかと思います。で3番目にその政府による大学研究費の着実で大幅な増額です。 でこれはあのー、スライドの15枚目のところでもちょっとお話ししましたけれども、まあ、シンガポールはその、例えば2011年から21年までのその10年間で GDP が40%伸びたということもあり、あり、まあ、伸びたということがあり、かつ、政府がその GDP 比で1%は研究開発に支出するとあの約束されているのもありますので、まあ、あの、こういうその、 研究費、まあそういう研究費が全部全部大学に来るわけでは当然ないとは思いますけれども、まあ大学費、大学がもらわれるのが、まあ多いことも間違いないでしょうから、まあそういう、その研究費っていうのが将来に、あの、将来にわたっても、まあ順、あの、引き続き順調に伸びていくという、まあ期待はあるのではないかと思います。 で4番目にその国及び大学としての重要科学技術分野の設定等による戦略的な、まあ、研究の取り組みです。で、先ほども少しあのお話ししたかもしれませんが、まあ、シンガポールもその研究とかイノベーションに関する基本計画というものがあって、あのリサーチイノベーションエンタープライズプラン、略して DA と呼ばれています。今、DA の2025というものの実施期間中です。 で、理由の中でその重要施策が4本ありまして、まあ、1つ目が製造貿易コネクティビティ。2つ目が健康と、健康、人の潜在能力の向上。3つ目が都市ソリューション、環境変化に応じた持続可能な技術。4つ目がスマート国家デジタルイコノミーです。で、このけん、この、まあ、計画の策定に係る事務局が、あの、ナショナルリサーチファウンデーション、国家研究財団、 あの略称で NRF と呼んでおりますけれども、まあ、NRF はあのファンディングエージェンシーとしての機能も持っておりまして、この,あのけん、えー、と計画の四本柱の枠組みに従って、その競争的資金を配分しておりますので、まあ、そういう意味でもあの政策との接続が分かりやすいかなと思います。 で5番目に優秀な外国人材獲得による国際連携と国内人材育成による国内連携の推進です。であのシンガポールはあの人口が約560万人ですけど、そのうち3割が外国人です。でこの比率はその研究者でも同じでして、まあ、2020年時点で研究者のうち約3割が外国人。 であの先ほど申しましたとおり、シンガポールはそのトップの外国人研究者を招聘することでその研究力を急速に深めたというところがありますけれども、まあ、今、この時点においてはローカル人材を引き上げようという機運が強くなってきたようには思います。で、これはあの、まあのま外国人はその何ですかね人の、市民権を取ってその定着しない限り、いつかはまあ、 どっかに行ってしまう人たちなので、まあ、研究開発の,その持続性を保つためにはある意味、まあ、ローカル人材の引き上げっていうのは、まあ、必要な動きかとは思います。でシンガポールにおいてもウミガメ政策的な、まあ、外国の大学でその勉強なり研究なりをし,てした人を、まあ、戻ってきてもらうという、まあ、シンガポール版ウミガメ政策的なものも実施されているようです。 であのシンガポールの,その大学進学率は、あの今の25歳から34歳ぐらいまでの年代だと、約57%ぐらいと聞きました。で、そのうち国内大学への進学が91%ぐらいで、まあ、海外大への進学が9%ぐらいだと。そうすると、30人学級で、まあ、3人ぐらい海外に行く感じですかね。 で、あの、違うデータを知っている範囲で、その、シンガポールの留学生が一番多くいるのがイギリス、次がオーストラリア、次がアメリカのようです。で、この三角が、その、シンガポールのその、どこの国と国際協調論文が一番多いですかという、その2位、3位、4位。イギリス、オーストラリア、アメリカがその2位、3位、4位を、まあ、占めていると。 まあまあそう。まあそうかな。という感じはしますよね。で、あの国際共助論文がシンガポールが一番多いのは中国だそうです。で、あのシンガポール人が何人まあ、どれぐらいの規模で中国に留学しているのかっていうのはすいません。ちょっとデータを持ってないので、申し訳ないことに分かりません。でも、あのシンガポールはその国民の約7割が中華系の方々。つまり、あのご先祖様が中国から移民。 してこられた方々でですのでまあ、中国とつながりが深いことは、もうある意味まあ当たり前といえば当たり前ですね。でまあ、シンガポールにその移民してきて、そのまず永住権を取って、そこからこあの国籍もまあ変更シンガポールに変更されるというのもまあ中国の方がやっぱり多いようには思います。で まあ、シンガポール国内の大学ですと、その学部生のうち留学生の割合を15%までに抑えようという、まあ、キャップがどうもついているようですので、まあ、これはそのシンガポール人がきちんと国内で大学教育を受けられるように、その機会を確保するという趣旨があるようですけれども、まあ、逆に言えば、そういうキャップをかけないと、もっと留学生が増えちゃうっていう可能性が十分あるのかもしれません。 で日,本のがまあ、日本の大学における留学生の比率っていうのをちょっと調べてみたんですがあのすごい古い数字でしか分からずに申し訳ございませんけれども、まあ、2012年時点で学部と修士で、まあ、合わせて3.7%だったという数字は見つけましたあの日本は少子化もありますしその大学の活力維持という意味で、まあまあ、留学生を受け入れるも,もっと受け入れる というのはあり得るのかもしれません。ちょっと話がだいぶ発散して申し訳ございません。あのスライドの6で、えっ、ー、と大学改革の最後のポイントはそのキャンパス内外での産学連携の強化です。例えばあの内容理工大学ですとそのシュンデイトのジョイントラボがあったりとか、まあそれ以外にも国内外さまざまな企業との連携を行っています。 ちょっと数字が潤ううえですけども、そのテック系でプレゼンスのある世界トップ100の企業、例えばアマゾンとかグーグルとかそういうとこですけども、まあそういう有名どころの世界トップ100の企業のうち、まあ80社ぐらいはシンガポールに何かしらのその拠点を持っていらっしゃると聞いたことがあるように思います。はい。で、まあこういうところを踏まえて、そのシンガポールから日本は何を選ぶ 学ぶべきかとまああのスライドの19ページのところでちょっと申し上げたことを繰り返しますけれどもあのまあ大学ランキングについてはまあ自分の立ち位置をよりよく見るためのその他者と他者との相対比較ツールとしてまあ使われるのが良いのかなとまあ個人的には思っていますと。 で、大学ランキングがその大学の卒業生にどう具体的に影響するかというと、まあ、端的な例としては、その国籍を持っている国以外の国、私だったら日本以外の国でのその就労ビザの取得要件に関わるということです。例えば、あの、イギリスだとそのハイポテンシャルインディビジュアルビザという行動人材向けのビザがあります。 その取得要件は、その QS とか Times Higher Education とかその CWUR とかいった、まあ異なる大学ランキングのうち、まあ2つ以上のランキングで50位以内に自分の卒業大学が入っており、かつ自分が卒業後5年以内であること。これを満たせばイギリスでのその高度人材ビザがもらえますと。 でその2つ以上のランキングで50位以内に入っているっていうのを満たしているのが日本だと東京大学と京都大学シンガポールだとシンガポール国立大学と南洋理工大学で中国だとまあ北京大学とか5つ入っていますでシンガポールでもその外国人の就労ビザの取得にあたってその大学ランキングで上の大学の卒業生だとその加点をしてもらえるという制度もあります で、どの大学がその、その過程に、まあ該当するかっていうのはリストとして公開されてますけど、まあ見てみると大体ランキング100位プラスアルファぐらいの大学が入ってるかなという感じです。で、日本もその同様の制度があるようですけど、日本だとランキング300位まで。で、日本の大学がその卒業後も日本に定着してくれるような人材を引きつける まあどう引きつけようかというときに、まあ自分の大,大,大学のランキングを300位以内にしてみるというのが、まあ一つ手段としてあり得るのかなと。で、さっきあの QS でその200位以内っていうのが日本だと旧帝大と東工大と早稲田までと、まあ申し上げたところですけど、まあ300位までだと慶応が入ってきて、500位までだと。 まあ、つとか、トヨタ工業大学、広島大学、神戸大学、一つ橋あたりが入ってきます。で、まあ、今、世界中でその高度人材の取り合いになっているわけですけれども、まあ、いろんな人材が、いろんな、ごめんなさい、いろんな国が、その高度人材向けのそのビザを用意されていると思いますが、まあ、高度人材とは、つまりどういう人材ですかっていう、その定義の中に、まあ、大学セカラーキンダー器が含まれている場合があるというのは、 まあもう少し広く、あの企業さんですとか大学さんですとか、まあ高校生とか、あるいは高校生の保護者の方々に、まあ広まっていってもいいのかなと思う次第です。つまり、まあ日本によらずですけども、学生が入学先を選ぶにあたって、まあ社会人になった時の就労ビザの取りやすさを考えて大学を選ぶ。 聞いてはその,その大学の所在地、留学する国が決まる可能性がある。で、その意味で、まあ、ちょっと繰り返しになりますが、あの、日本の大学がその卒業後、日本に定着してくれる留学生を増やしたいということであれば、まあ、この辺、ランキングというのはちょっと、ランキングに真剣に取り組んでみるっていうのは、まあ、一つのオプションとしてはあるのではないかと思います。まあ、シンガポールにあたっては確実にそのように。 なってると思いますが、まあそのそういうオプションを検討されるにあたっては、そのシンガポールの大学がこう比較的短い間に急激にランキングを上げた事例がまあご参考になるのではないかなと思う次第です。次にその国際卓越研究大学に関する政策的アプリケーションです。あの国際卓越研究大学とはそのご存知の方も多いと思いますけれども。 まあ、ちょっと読み上げますが、えっ、ー、と、国際的に卓越した研究の展開及び社会科学、社会経済、ごめんなさい、経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学を国際卓越研究大学として認定するという、まあ、文科省の制度です。で、東北大学がその、この前第1号としてその内定を受けられたというのはご存知の方も多いと思います。 でこの制度の概要の説明のところに書いてあるのがちょっと面白いと思うのでお読みします。諸外国の大学においては公的な財政支援や民間企業等との連携、寄付、資金、資産運用など多様な財源をもとに研究環境を充実させるとともに世界トップクラスの研究人材を招聘しそうした環境がさらに新たな研究人材や民間企業からの投資、寄付を呼び込むといった 知的価値創造の好循環が形成されている。まあ文科省のこの制度説明のところにこう書いてあるんですけど、これ文科省の方はシンガポールのことを考えながら書かれたのかなみたいなふうに思うぐらいそのシンガポールには当てはまるかなと思います。で実際この国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議というものには そのシンガポール国立大学の前の学長である丹長チ,チュアン先生という方が参加されています。で、この国,国際卓越研究大学制度のまあ初回の公募に申請を出したけれども、その内定は受けられませんでしたという大学が9つあるわけですけれども、まあそれぞれの大学に対してこの有識者会議がさまざまなあのアドバイスを出されております。例えばですけど、 もっとその大学全体の変革に向けた構想にしましょうとか、まあ、研究大学としての自律的な運用が実現できるような実効性のある取り組みにしましょうとか、あるいはまあ既存組織の変革に向けたこのスケール感やスピード感を持ちましょうといったようなものです。まあこれらも全て あのシンガポールの大学が相当痛みを伴いながらその学内改革をしてその研究大学へと転換されて、まあ、結果としてそのランキングも上げられたという過程が、まあ、非常に参考になるのではないかと思いました。はい、話が長くなりましたけれども最後あの私からの発表は以上なんですけれどもあの最後にその冒頭申し上げましたシンガポール事務所から APRC のサイエンスポータルアジアパシフィックに寄稿しております記事の URL 一覧をお見せしたいと思います。もしご興味あの持っていただけるようでしたらぜひご一読ください,、はい。長くなりましたが、拙いお話をあのご清聴いただきまして本当にありがとうございました。とと大変ありがとうございましたあの,アセアの主要国とそれから シンガポールのです、ね、状況、現地の,あのいらっしゃる所長じゃなければ分からないようなお話を加えて説明していただきまして、大変分かりやすいお話をいただいたと思っております。それでは QA ボックスにです、ね、いくつかあご質問来ておりますので、順にあのご,ご質問を紹介しますので、お答えいただければありがたいと思います。最初の質問でございますが あの軽く所長のご説明の中にネクサス日本で150億円事業があったんですけれども他の国でも日本と同じような規模感でこのようなあアセア a 諸国とのお協力プログラムが推進されているのでしょうかということとあの具体的に日本以外との協力で、えー、アセア a 各国がフかの国と を共同研究を行っている分野やテーマで特徴的なものがあれば教えてください。というものでございます。はい、あのご質問ありがとうございます。えーとですね。あの。アセアンが、まあ、いろんな国とか地域に結構狙われ、パートナー。 パートナーとして、まあ、狙われているというか、まあ、日本も当然、あの、ASEAN と競争をしていきたいわけですけれども、まあ、他には、そうですね、あの、さっき、その日アセアン科学技術合同委員会というものがあり、AJCCST と呼びますと、あの、申し上げたところですが、その ASEAN はそのダイアログパートナーという国が、まあ、日本以外にも様々ありまして、例えば中国、韓国もそうですし、他にインドとか EU とか、 ロシ,あのロシアとかアメリカとかオーストラリアとか、まあいろんな国がその ASEAN との研究をやっておりますあ。ごめんなさい。いろんな協力をやっております。科学技術の分野においてですね。で、まあ、あの、もちろんそのやり方というのが、あの、いろいろありますけれども、まあ日本だとその、 ご,まあ、ご質問にも書いていただいてます通り、n e x ク a という授業を今後走らせるわけですが、例えばアメリカですと、非常にサトレプスと似通った、PEER という、これ結構サトレプスに似てて、あの実はまねっこされてるんじゃないかとちょっと思ってるんですけども、まあ、そういうのもやっておりますし、あとまあインドですとどちらかというとその人材育成ですとかもやっておりますし、あと EU だとその、 ASEAN との共同ファンディングで、あのジ,ョインえー、とジョイントファンディングスキームですね。J、ジョイントファンディングスキームだから JFS だと思いますが、まあ、あのそういうものもやっています。で、分野については、まあ様々、さまざま、環境というのもありますし、その持続可能性というものもありますし、その研究分野を、まあ、あの研究分野というよりはその人材育成というような、 あのものもやっておりますし、まあ幅広くやっていらっしゃるなという印象です。あの規模についてはちょっとあの把握しておりませんで申し訳ございません。すみません回答は以上です。はい続きましてあと中国関係の質問が二本ほど来ております。最初の中国関係の質問ですが、中国は経済の関係でまさらに相当進出していると思うんですが、あアカデミックな分野においても アセアン諸国に記しているこれは現地で感じられることはあるでしょうかという質問と中国に引けを取ることなくアカデミックな分野で日本とアセアン諸国との絆を維持強化するためには何が最も有効と考えますかという話でございます。ああありがととううございまますえっとまあ、うーんあの 中国の影響、まあ少し、あの、発表の中で少しお話ししたところがあるかとは思いますが、その中国の影響力が ASEAN アアにおいて強いのは、もうあの、歴史的な経緯を踏まえると、もうある意味、まあそりゃそうでしょうとい言わざるを得ないというか、もう日本が真似できないところが、 まあ,あるわけですよね。その、例えば100年以上前から、その、アセアのいろんなところに中国から移民の方が、まあ、いらっしゃっていて、まあ、今に至るまで、その、それぞれいろんな国で、その、経済的なパワーを握っているのは、まあ、中、それらのその移民の子孫の方々。で、あの、先ほど申し上げたとおり、例えば、あの、シンガポールって、その、まあ、 いろんな移民の方にその国籍を与えるっていうことはあるわけですけど、その今だと日本の人はあんまり国籍、あ、永住権をまずもらえない。国籍の前,前,前段階としての永住権もらえない。中国の方は意外にもらえる。それは例えば永住権を上げた人にはまあぜひ国籍を変えてほしいとその政府は思うわけですけど、日本の方は日本以外の国籍を取るっていうのはまあほぼほぼないと。中国の方はわ割と まあ気軽にとまで言いませんが国籍を変えることにそんなに傾向がないとかそういうこう歴史的なものとかその社会的なものっていうまあものが前提としてありますとでまあ中国まあ先ほど申し上げた通りそのシンガポールにおいてもその国際協調論文が一番多いのがその中国であるというところがありますしそのまあ 分野もさまざまだと思いますけどまあじゃあそういう中国がまあ一方にあって、まあ、日本はもう他方、まあ、どういうふうに ASEAN とのその協力をまあ強化していきますかという質問がまあ,あった場合にですねまあちょっとお話しした部分もありますけどもまあ分野はいろいろ候補はあると思うんですけどもその相手のニーズをよくよく聞いてやっぱりどういう協力において どういう協力をすれば相手両方にそのウィンウィンな状況になるかっていうのをまあ真に相手とご相談しながら相手のその真のメリットを探っていくというそういうこのまあ心持ちがまあ必要であるかなと。であのそんなの当たり前でしょって思うんですけどまあ今までそれができてなかったっていうご指摘を結構何回も受けてますのでまあそこはあのよくよく ちょっとあの付け加えて雑談になりますけれどもまあ日本だとその何かしらプログラムとかスキームを設立した場合にですね割とかっちりそのプログラムに沿った形でその実施をしたがるんですけれどもそれはあの私たちもそうですがでそこをもう少しちょっとフレキシブルに相手の個々のニーズを踏まえた上でやっていけるようになるとまあもっといいかなと。 でその一つ事例としてありますのが、そのブリンの、インドネシアのブリンで今ナンバー2になっている方が、その早稲田で修士と博士を取られていますけれども、まあその方がおっしゃっていたのが、ですね今、インドネシアの学生がその海外の大学で博士を取る仕組みがあって、まあそれをブリンが学費を負担する形で、まあ学生を海外に送ってますと。でも そのスキームというのがその基本的に学生はインドネシアにとどまっていて、海外大に行くのはまあ3ヶ月だけだと。そうすると、あのこのほ,ほぼインドネシアにずっといる海外に行くのは3ヶ月だっていう、このスキームがそのインドネシアでは意外に人気だとで。それをやってくれる相手の国っていうのがまあ韓国、台湾、オーストラリア。この3つの国と地域はそういうインドネシアの。 そのニーズを踏まえてそういう形で協力やってくれるから、あの学生からも非常にまあ人気があるとですね。ただ日本がこういう制度を受け入れてくれる日本の大学は今のところゼロですと。まあインドネシアの方があのご存知の範囲でですね。そうするとその日本の大学においてはそのジョイントデグリーとか交換留学、 というものはちょっと別だとは思うんですが、まあ基本的にその留学生っていうのは日本の大学にずっといりますっていう想定があるわけですよね。そうすると、それが相手のニーズに合わない。そうすると、そこがフレキシブルになればということを、まあ、そのブリンのナンバー2の方がおっしゃっておられました。まあ,あ、繰り返しになりますけれども、あの相当難しいことではあるんですけれども、まあその相手のニーズが何どういうことにあって、それをどうこっちは受け止めるか。 まあフレキシブルに考えられた方がいいなというところでございます。すみません、ちょっと長く話しちゃいました。はい。はい、ありがとうございますあの。基本に非常に戻ってというような話に聞こえました。続いて、えー、もうあの中国の関係なんですが、シンガポールと中国の関係で、特,特に AI 分野についてはどうかという話でございます。の AI の分野ではシンガポールは、あー 中国と AI 研究センターを設けているし一方でシンガポールは米国やあイギリス韓国とで共同の AI 安全宣言に賛同するという形で両方のセクターに出して、えー、遠距離を取るような対応をしているように見えますと、えー、その研究現場は一体どういう反応を示しているのでしょうか。研究者研究究者室を分ける で米中とそれぞれ別に協力しているように見受けますがどうでしょうかという質問でございます。えっと、あの必ずしも AI の分野に限らずにですね、非常に限定的な質問なので、あの全体に比べてあの、米、それから中との研究メンバーの協力の在り方についてお話し、お聞かせいただければと思います。はいあの、ご質問ありがとうございます。 あのすいません申し訳ないことながらその研究現場の皆さんに対してそのアメリカどうですか中国どうですかという形でちょっと質問したことがないものですからあのすいませんその意味ではあのお答えができなくて申し訳ないんですけれどもまああの研究現場を離れたですねもう少し広い社会一般あるいはシンガポール政府のまあ姿勢ということであのお答えさせていただければと思います。 あのシンガポールはあのご存知のりそり、その規模という意味ではあの非常に小さい国ですので、まあ、基本的にはその誰とでも仲良くしたいし、誰,誰ともその敵になりたくないという全方,方,方位外交ですね。でこれはその米中のいろんなスタンスの違いというのが、まあ、あの顕在化してきました、あの2020年度ぐらいですけれども、まあ、その当時にそのシンガポールの当時の首相だったリー・シェンドン。 フォーリンアフェアーズというその雑誌に記事を投稿しております。でその記事の趣旨としてその大ざっぱに要約しますとです、ねまあ、とにかくシンガポールとしてはその米中がうまく共存するという道筋をこうつけていただきたいと、でそうしてくれることがそのシンガポールなり他の、まあ、地域なりにとっては非常にメリットであると、まあ、それを強く望みます。かつその、まあ、彼は あの中国とかアメリカだけを見ているわけではなくて、例えば、あのイ,ンドインドもそうですし、その日本もそうですけども、他の重要な地域プレイヤーにもあのいろんな期待をしているわけですね。だから、あのまあ、世界をその 2, 2カ国、ある特定の2カ国がまあ対立している、そのどっちかを選べということにはぜひしないでほしいというところがその、 あのリーシェノン首相の、まあ、主張でしたそういうところでちょっと日本だとここの感覚が多分だいぶ違っていてなんとなくこうどっちか選ばないといけないっていう、まあ、感覚があるのかもしれませんがあのシンガポールにおいてはそのどっちか選べという感覚すらないっていう、まあ、選ばないといけないっていうその発想がないっていうところがまああるのではないかとあの感じておりますあんまりお答えになっておりませんで申し訳ございません いやあの非常に大変一般論としては分かりやすいお話をおでご説明いただいたと思ったんです。次の質問ですけれどもあのシンガポールの大学の役士の話があったわけですけれどもその産学連携の強化がその理由の一つだということですがあ製造業の産業基盤がさほど強くないシンガポールにおける産学連携は 主に金融といったサービス業向けが中心なのではないでしょうかという質問でございます。はいあの、ご質問ありがとうございますあの。私も数字を見てちょっとびっくりしたことがあるんですけれども、そのシンガポールの GDP の内訳を見ますと、あの実は20%強ですね、あの4分の1ぐらいが、あの4分の1ぐらいの,の GDP は、 そのの製造業によるものですねですからあのシンガポールがその製造業が弱いかっていうと、まあ、製造業で GDP の4分の1稼いでますということですので、まあ、ちょっと弱いという言い方をするかどうかはあのすいません分かりません、まあ、その製造業の中でも特に何かっていうとあのペトロケミカルみたいですけれども、まあ、そのあたりシンガポールはまあ一応基盤は持っていますとあとまああのー ちょっと Google だったか Amazon だったか忘れましたが、まあ、大規模なそのデータセンターを作るというようなこともあのニュースとしては聞きましたので、まあ、あの産業基盤ということではあのそうです、ね、がが外資系によるものだというその冠は多分つくと思いますがあの、まあ そういう産業基盤はありますというのは言えると思います。で、その金融といったそのサービス業務系がまあ中心でないかとおっしゃるのは、まあ、そういう嘘も、あの、確かにありますね。あの、シンガポールはその金融のハブとして発展してきたというところがありまして、その、例えばスタートアップとかもその、 フィンいわゆるフィンテックですね。フィンテックに分類されるものが相当数あるようですので、まあ金融というのが中心であるという側面もおっしゃる通りあると思います。はい、ご回答以上です。はい、ありがとうございます。続いての質問はですね、ASEAN の技術レベル特有技術特有分野を紹介できますかっていう非常に幅広い質問なんで。 でございます。あの、まあ、アセアンのというよりも、まあ、例示的にですね、アセアン主要国の中で、特にこういう技術が特徴があるとか、こういう技術が強いというのを、金子所長の方で、えー、ご存知であれば、それを例示的にご説明いただければありがたいなと思います。 そうですね、あの先ほどあの私のスライドの中で APRC の, AP の,あの、まあ、調査からちょっと引っ張ってきたものがあ,のありますけれども、まあ、ASEAN の中でその数学、情報、あと材料、まあ、環境という分野で比較的まあ強みが見られますということですね。で、あのまあ、インドネシアだと環境、シンガポールだとまあ割と全方位で、タイだとその数学と材料。 で、あの、ベトナムだと数学と環境といったようなものが、まあ、強いというような APRC の, AP の、えー、と分析結果があ,のありまして、かつ、あの、報告書も出されていると思いますので、もしよろしければそちらをあのご覧いただければと思います。あの、もう少しちょっと一般的な回答を申し上げるとですね、ASEAN は、まあ、あの、話の中でも少し申し上げましたが、まあ、基礎研究よりはやはり、 あのイノベーションにつながるような、まあ、そちらの方に。まあ、投資額としても、お、あの多く出されているというような、あの一般的傾向はあると思います。はい、ありがとうございます。はい、次の質問でございます。えっと、先ほどシンガポールの副市長を、お、和服。あの、思想が、あ、ジェスティオ理事長に。お申しされた際にですね。シンガポールを日本の産学連携のハーブとして使ってほしいと。 いいう話の紹介がございましたこれは ASEAN の,の中でシンガポールの立ち位置が中核的なものなのでしょうかとシンガポール自身の捉え方や振る舞い方それから他国がそのシンガポールが中核的なものだというふうに見ているのかその辺の ASEAN の,の中でのシンガポールの,あの見方自らの考え方について教えてくださいという質問でございいますはい、ありがとうございます。 あの、アセアンの国の中で、まあ、どこが名所と言えるような国であるかというのは、多分こう、いろいろなご意見があって、例えば、インドネシアはもう圧倒的に自分が名所だとは思っていると思うんですけども、まあ、あのアセアン事務局もインドネシアにありますし、で、その、シンガポールってどういう感じですかと言われる場合に、まあ、あの、シンガポールはアセアンの中では比較的人口も、あの、面積も小さい方ですので、まあ、まあ、そういう感じなんですけれども、その、 シンガポール人のよく聞く、シンガポール人がよく言う売り込みセリフみたいなのはその、シンガポールってやっぱりあの小さいのでその、いろんな実証実験とかの,そのテストベッドとしてあの使ってくださいと。 ですからあの、自動運転とかもやっておりますし、まあ、他の、まあ、ドローンとかもそうですけど、新しい技術を展開するにあたって、まずシンガポールでテストをして、そのアセアンという地域への,その、まあ、ファインチューニングみたいなのをしてから、そのマレーシアなり、インドネシアなり、タイなりにまあ展開を考えたらどうですかと。つまりあの まあ英語で言うとそのステッピングストーンとか言いますけども、まず中国,、まあ、中国なり日本なり、よその地域からシンガポールにまず来て、そこで飛び石としてそのシンガポールを使って、次のところに行ってくださいっていう、まあ、これがあのシンガポールが、シンガポールの方々が思われるその自分の立ち位置だと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後の質問です。ちょっと科学技術から離れてるんですが。 あの皆さん興味のある話だと思います。あの、えー、中国、特に香港からシンガポールに企業や人材が流れてきているという話をお聞きますが、実感としてはいかがでしょうかという,う質問でございます。はい、あのまあ企業というのも多分いろいろな種類のものがありますけれども。 その実感として、その香港からシンガポールに流れてきている企業で、まあ多いんじゃないかと思うのは、いわゆるウェルスマネジメントですね。つまりお金持ちの方の財産を <laughs> マネージする会社が、まあ香港からシンガポールには随分、まあ流れてきているのではないかというふうには思います。ただまあそれ以外ですと、そうですね、まあ香港特 かと言われると、ちょっとそんな感じもしないんですけれども、まあ、どちらかというと、先ほど申し上げたアップルだの、グーグルだの、いろんな大企業がまあシンガポールに続々とこうまあ投資もされているというのの方がニュースとしては目立ちますので、まあ、その絶対数としてそんなに多い、香港からそのシンガポールに移られ、まあ、企業が移られているのが多いかどうかというのは、ちょっと肌感覚としては分かりません申し訳ございません。 はい大変ありがとうございましたあそれではあのお時間となりましたのでこのあたりで今回の研究会を終了したしたいと存じますあの金子市長にはご講演に引き続いて視聴者の皆様からの多くのご質問に大変分かりやすくご説明回答をいただきまして大変ありがとうございましたそれではあの次回のアジア太平洋研究会についてご案内いたします 次回の33回研究会では、6月14日金曜日15時から、ェトロアジア,研究アジア経済研究所主任研究員のテイカさんよりご講演いただく予定でございます。当日は、米中対立と中国における産業政策の変容と題してお話しいただく予定であります。 えー、ポータルサイトのサイエンスポータルアジアパシフィックスパックに、えー、次回のご案内をしておりますので、えー、同サイトより聴講申し込みの上で次回の研究会にもご参加願えれば大変ありがたく存じますそれでは本日は視聴者の皆様方にも最後までご参加いただきいい感謝申し上げ,あげますあのまた金子所長大変ありがとうございました、えー、これがて本研究会 はい、これにて本研究会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。